久保さん、ちょっとこれいいんじゃないかな。大谷翔平選手って稼いでるんですかと。これで行きましょうか。大谷翔平選手稼いでるんですかみたいなね。<laughs> うん、まああの久保さんがね、プロ野球選手に稼いでるんですかみたいな。稼げるんですかみたいなね。まあ正直ね、まああの、多分ん旗から見るとね、 あの久保さんと僕は直近の再生数が少ないので、まあ、YouTube の,あの、うん、YouTuber、ヒカキンさんとか比較すると本当に稼いでるのかっていうねあ,のあるかもしれないですけどもんじゃああなたに質問したいんですけどじゃあ2万本僕は、まあ、公開してますけどねじゃあ2万本公開してね1円も稼げてなくて2万本できますか 10万本目指そうとしてます ?100 万本目指そうとしてますまあ、メンタル、まあ、他の人よりあるちゃありますけど、稼げてないのに、まあ、んまあ、強いて言うならば、まあ、僕5年ぐらい独立してやってるんですけど、5年間無給、給料なしで働けますさすがに僕無理ですね。マインド強くても無理。だって生活できないもん。<laughs> どう、どうですかね。再生数少ないですよ。おっしゃる通り少ない。 うん。だけど、じゃあ5年間給料なしで働き続けられますかその問いに。そこに疑問を感じませんか <laughs> こいつら、こいつら、まあ再生数少ないけどずっとやってるぞ、と。<laughs> 少なくても、あの、給料なかったら生活できないしね。まあ、久保さんはちょっとすいません。例外な部分はありますけどね。今、あの、ビジネスやってない部分もありますんで。うん。まあ、ビジネスやってなくても続ける理由って何ですかじゃあ。 久保さんがそこに何かかしららのメリットをすすごく感じてるからですよね、うん、僕もあの直近の、ね、再生数は、まあ、少ないですけれどもやっぱ本数があるので、まああのね、アナリティクスをあなたが見ることは僕のアカウントにログインしてねあ僕のアナリティクス見ることはないと思いますし僕がどうやって商品売れてるのかっていうのはもう僕しか管理画面見れないんで分かんないですけども、まあ、僕はコンテンツビジネスやってますから売ってますよ、うん、売れてなかったら、まあ こんな生活できないので。まあ今も直近で商品売ってますけど、売れてますよ。うん。だからまあ、なんだろうな。うーん、それを理解できないんであるならば、あー理解できる人から学べばいいんじゃないですかね。<laughs> 数持ってる人。うん。だから別に久保さんとか僕じゃなくても、まあ分かりやすく言うならば、もう一般的にね、まあベストセラー作家、えー、本を何十万部売っている。 えー、キングコング西野さんとかね、オンラインサロンも7万人いますと。まあ誰が見ても結果出てるし、成功者っても言えるじゃないですか。で、オンラインサロンも1000円ですし、そこ入ればいいと思うんですね。数を持ってる人。うん、僕はすいません、数はないです。本数の数はありますけどね。<laughs> うん。だから選ぶ、誰から学ぶのか、誰の動画を見るのか自由ですから、それはあなたが決めればいいと思います。 でも僕がお伝えでき、お伝えできるのは、うん、誰もがあの数を集めることはできないよっていうことをお伝えしておきます。誰もがキングコング西野さんにはなれないと。ただ、再生数1とか、再生数10とか、それは誰もがやればアクセスは集められます。で、コンテンツビジネスをマスターすれば、その、えー、10人に対して商いもできます。どうでしょうかあのー、ラーメン屋でね、 で、カウンター席がないラーメン屋ってあると思うんですけど、ビジネスしてるじゃないですか。10人とかしか座れないんですよ。でもビジネスしてますよ。だから商品をしっかり売ることができれば、別に10人でもビジネスはできるわけです。で、インターネットで10人を集める、30人を集める。別にそれはちゃんとやればね、えー、できます。はい。これはもう絶対できると言っても過言ではないぐらいできます。はい。続ければですよ。ちゃんと勉強して。うーん。 だから難しいこと言ってるわけじゃないんですよ、僕たちっていうのは。まあ当たり前のことを愚直にやってるだけなんで、久保さんもそうですけど。だから当たり前のことをやりませんと。やれば稼げますよ、人生変えられますよっていう話です。ただ当たり前のことをやらないんだったら、えー、当たり前に人生を変えられないってことですね。言ってらっしゃい